作家の武田恒康氏が14日、X を更新、フリーアナウンサー膳場貴子の発言に対し、苦言を呈した。膳場はこの日、キャスターを務める TBS サンデーモーニングで米トランプ大統領銃撃事件を伝えた。トランプ氏が右耳を押さえて鏡込む動画などを報道。膳場は民主主義の根幹である選挙を暴力で妨害してくる。許せないことでありますなどと語った。そして元外務事務次官のコメンテーター薮中美曽治氏は、トランプ氏が発砲音の直後に右拳を振り上げて無事をアピールしたことについて、俺は元気だぞとむしろ選挙戦で言うと、変な話ですけど、有利に働く可能性があるなどと指摘。それを受け、膳場もそうですね、プラスのアピールにもなりかねない、という感じもしますねと応じた。今後この動画などで拡散される可能性を示唆しながらトランプ陣営がこれで結束していくきっかけになるかもしれないなどと話すやりとりがあった。武田氏は膳場のこの発言を報じる記事を引用し、この二人のコメントは不適切極まりない。よほどトランプ氏を嫌っているに違いないが、人間としての心がないのかと思うと綴った。